はい、おはようございます。富田智子です。自然農法果樹園 II ファームっていうのを、常陸大宮市野上っていうところでやってます。あそこに見えるのがあのラクダのコブみたいな山があるでしょ。あれは奥久慈南大山って言いますね。すごいなんかこう、柔らかい雰囲気の山ですね。密かにあの私の彼氏って呼んでますけど、これ菊芋の葉っぱなんですね。ほら、芋を食べるすごい健康効果がある糖尿とかにいいっていう菊芋ですね。芋もあのカープラザに出したりしてますけど、この葉っぱも食べられるんです。でここは、試験をしてて4、5年くらい前から、23年からですか、ずっと試験をしてて、かや畑だったんですけど、かやと菊芋とどっちが強いかなっていうのをやってて、菊芋の方がどうやら優勢なのかなっていう感じです。あのかやをほら耕してね、あのかやの根っこを取るのって大型機械があればまあ楽ですけど、ないとできないじゃないですか。大変じゃないですか。これ一面かやだったんですよね。でそれが菊芋を植えたらこんな風に増えてきました。一列、たった一列境目に植えただけなんですけど、こんなにで、菊芋のまあ、なんていうんですか、葉っぱ、茎ですね、残砂が土を暖流化するって思って、それを試してます。であとは野菜畑にでもしようかなって思ってます。ここは試験してる畑ですね。あの自然の子どもたちアソシエーションっていうところでことで、そば畑とかもあっちの方でやったりしてたんですけど、はい、菊芋の花言葉は美徳でしたね。美味しいんですよ結構。ナッツとかごまとかね、お味噌とか油とかととっても相性がいいです。健康野菜です。